おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということでね、今回も元気にサカツクやっていきたいと思います。今回何をやっていくかって言ったら、てってんインターナショナルカップ来ました、イエーイ。ということで、お前は一人でね、何を盛り上がってるんだって突っ込まれる方もいるかもしれませんが、いいんです、盛り上がらせてください。ようやくね、ベッカム取ったんで、次とりあえずフランスでやろうかなと考えております。ジダン欲しいよね。てかあれなんですよ、別にジダンがポジション的に欲しいわけではなく、純粋にジダンが好きっていうだけなんですけどね。まあ、それ言ったらロナウドでも全然いいんですが、どうしよっかな。フォメコン要因的には誰がいいんだろう。今回はもちろんサカツクの動画にはなるんですが、インターナショナルカップのね動画にはなるんですが、まずはね、一番初めのこの国を選ぶところをちょっと長めに撮りたいと思うので、本編の方もしかしたらね入んないかもしれないんですけど、フォーメーション作ってね終わりの可能性が高いのでね、そこだけご了承くださいって。おそらくそういう鈍感になると思います。いや、どこでやろっか。視聴者の方でね、銀河系軍団作ってますっていう方とかもいてね、いや羨ましいんですよね。僕も銀河系軍団作りたい。いや悩ましいな。でもあれですよね、ドフ欲しいですよね、ドフ。あ、そうなんですよ、日本でね優勝した、インターナショナルカップ優勝したって方もいまして、すごくないですか、日本で優勝できんだと思って、イングランドでブーブー言ってたのが恥ずかしくなりましたよね。いや、フィーゴもいいですよね、ポルトガルの。やっぱでもフランスかな。フランスで今回はやっていきたいと思います。で、フランスなんですけど、一応聞いたところ、調べたところによると、ブラウグラーナかな、確かブラウグラーナがおすすめらしいですね。はい、ってことでやっていきましょう。ただね、ブラウグラーナにするとグリーズマン使えないんですよね、確か。ちょっとそこが欠点かなと個人的には思うんですが、やっぱりね、グリーズマンよりも他が強くなければ意味がないので、ちょっと意識してやっていきたいと思います。ムバッペ、ポグバ、クリバリ、カンテ、クリバリ、エンゾンジ、結構ねあれなんですよ、元から持ってきてるので、ストライカー、ウィングストライカー、テクニカルドリブラーに、アタッカーに、攻撃サイドバックと。なるほど。じゃあカンテとりあえず下げて、このクリバリ、うちのクリバリですよね、そうですよね。どうしよっか。ユムティティ下げて、いや、アレクサンドロ・ラカゼット、ストライカーはラカゼットとベンゼマ、戦術はポゼッションですよね。ベンゼマでいこっか。とりあえずベンゼマ置いて、コマンを下げて、コシェルニーも下げましょう。ジクラブからは誰がいるんだ。ああ、それこそカンテとかエンクドゥとかか。カラモーにダイス、クルズマ、結構いますね。で、おそらくバカ横ですよね。合ってるか、これ。合ってるね。ストライカー、ウィングストライカー、テクニカルドリブラーに、あとはアタッカーと攻撃サイドバック。カルベナがアタッカーで、攻撃サイドバックをユムティティの場所に入れればいいんですね。ウムティティを下げて、攻撃サイドバック入れたい。誰だ？ジディビかクルザワか。クルザワかな。クルザワだね。クルザワ左の、右は普通に、ジディビしかいない。あ、ドビュッシーもいますね。ドビュッシーでいこうか。これでブラウグラーナ発動してないじゃないか。いい、アタッカーか。あれ、攻撃サイドバック右か。やってもうたな。右攻撃サイドバックか。誰かいんのか、右の攻撃サイドバック。シリベか。あ、シリベですね。を右に入れて、で、こうかな。オッケーオッケーオッケー。早速39,334。いいんじゃないですか、これ。では、もうちょっと全体的に、ステータス上がるかどうかをちょっと見ていきたいですね。ポグバ、エンゾンジ、キンベンベ、ロリスにバラン、ある程度ね、もう前もって連携線つないであるので、僕が持ってきた選手たちはね。
でポゼッションで攻めたいので、ポゼッションのストライカー星さんがいるかどうかですね。グリーズマン、ゴールキーパーをもう変えましょう。アレオラを、誰かいい選手いないかな。ポゼッションのストライカー、いや、いない説。フェキルはカウンターか。ダメやな。まあ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 、でもこんなもんか。これ以外やりようないですよね。じゃあ、あとは攻撃サイドバックをもう一人呼んでおきましょう。左結構カウンターになってんな。右中央突破、まあでもバランスいいですよね。ムバッペ、ポグバとベンゼマが繋がってないだけで、あとは繋がってるんで、まあラカゼットポジションなんで、ラカゼットの方が若干いい感はあるんですが、そうすると連携線全然繋がらないんで、やっぱここベンゼマですね。ただラカゼットも一応ストライカー要員として置いといて、あとはアタッカーが欲しいですね。コマンに変えてアタッカー、アレオラに変えてになっちゃった。まあいいか。アタッカー他に一人かいないのかな。ちょっとサブ要員が欲しいんですけど、サブアタッカー、いやー、マキシマムロペスしかいねえ。おっと、さらに招集人数超えている。誰か抜けないか。クリバリー抜きましょう。クリバリーわざわざ呼ぶ必要ないんで、クリバリー抜いて、ロペス挿入。ロペスとカルベナどっちが上だ。さすがにカルベナか。まあ、一応控え要員としてのロペスと、あとウイングストライカー、テクニカルドリブラーが欲しいですね。とりあえず攻撃サイドバックをもう一人、いない説立証。じゃあマチュー呼んどいて、クルザワを控え要員にしましょう。でこっちマチューで、ちょっと連携線つながらなくなったけど、バカ横とベンゼマと、まあしゃあないでしょう。あとはね、調子見ながらやっていくので、クルザワをね、まあ、最悪こっちで起用しなければいけないので、いや、いっか、これでいいや。まあなんかあったらクルザワを右に置いて、マチュこのまま左に入れます。ちょっとクルザワね、あまりにも右サイドバック適性が一個もないってまさかの事態だったんでね。で今でもこんなもんですよね。あとは前線、テクニカルドリブラーとウイングストライカー、誰かいるかな。ムバッペさんがいますか。ムバッペさんも使ってるんで、ベンアルファ持ってきておきましょうか。どこでも置けますし、いや、デンベレの方がいいか。いや、デンベレ俺連れてきてる説ない？ないわ。いい感じですよね。で、あとはウイングストライカーが欲しい。ウイングストライカー、マルシャルか。ただマルシャル左か。右のウイングストライカーはムバッペしかいないですね。でムバッペ招集してるんで、じゃあマルシャル代わりに置くしかないんで、こんな感じで OK やっていきましょう。これがね、今回の私のフランスのフォーメーションになります。まあまあまあいいんじゃないですか。 39,334 で、まだまだ全然ね、レベルの上がり幅もあるので、はい、招集します。背番号セットを行いましょう。エースはムバッペ。お、ムバッペになってる。オッケー、いい感じ。さあ、この編成でね、インターナショナルカップ挑戦していきたいと思います。試しにやってみよっか、どんな感じか。1試合目は、オーストリアですね。あれ、調子を上げていけから変更できないんだが。なぜ変更ボタンがない。まあいいや、調子上げていけていきましょう。さあ、どんなもんかな。余裕で勝てると思うんですけど。オッケー、バカ横。オッケー、ポグバ。いいですね。やっぱこれこのままレベル上がったら多分42,000-43,000になると思うんで、全然イングランドよりはね、早く優勝できそうです。バカ横、バラン、ムバッペ。いや、初招集にしてはだいぶいい。ただこれ僕ね、さっき動画撮り始めて気づいたんですけど、スタミナないんですよね。あと6しかないんですよね。用意してからやれよって話かもしれないんですけど、予選までね、行くつもりじゃなかったんで、
あのね、あのフォーメーション組んで終わりにする予定だったんでね。さあポグバ、バカ横、あ、いいですね、だいぶいいかも。うん、ていうかワンチャンこれ初回優勝ある？さすがにないか。ただレベル上がってくんで、ベンゼマ、オッケー、ベンゼマいいですね、めっちゃいい。むしろ全然イングランドより強い説あるんだけど。さあ次やっていきましょう。まあね、相手のレベルが低いっていうのももちろんあるんですが、いやいいですね、やっぱ3トップはね点が入りやすいですよね。うん、イングランド時はケインのワントップでやってたんで、ルーニーか、ルーニーのワントップでやってたんでね。ただその分ちょっと中盤以降が不安なんで、そこだけ意識して、やっていった方がいいかなと思います。ディフェンスね、強い選手、まあゴールキーパーとかもね、まあある程度強い選手置いとかないと。いやでも強いっすね、 CDM が1人っていうのがね若干欠点かなと。いやめっちゃ強い、めっちゃ強いぞフランス。そして39レベルになっていく。 OK、 いい感じですね。ってことでね、ちょっと今すっげー中途半端ではあるんですけど、今回ねここら辺で終わろうと思います。予選のね、一次予選の後半戦と本戦の方はね、次の動画をまとめて紹介したいと思うので、もしよろしければそちらの方もご視聴ください。で今回なんですけどもね、実は次フランスでやろうかなって思ってたんですよね、元から。なんで前回のイングランドが終わってから、ムバペ、ポグバ、エンゾンジ、バラン、キンベンベ、ロリスをこのね、1、2、3、4、5、6人、この6人をもともとうちのチームにいた選手なんですけど、この6人をもう育てておきました。でずっとね使い続けることで連携線つないでるんですよね。うん、ちょっと今ローリス・ムバッペ間に連携線がないんですが、まあポグバとねエンゾンジの間に、まあ、連携線があったりとか、まあ、キンベンベとね、もう、キンベンベねえじゃん。まあまあでもロリスと例えばバランとかねの間にも、あとロリスとエンゾンジのね間とかにもね連携線がありまして、バランエンゾンジの間とかは黄色にね、でバランポグバとかも黄色になっているんで、ある程度ねパスがやっぱつながりやすいっていうのも勝因の一つの大きな理由かなと思います。ということで今回はここら辺までにしたいと思います。ぜひねフランス使って、まあ、パパッとインターナショナルカップ優勝したいと思うので、今回もご声援のほどお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになっております。豆腐でした、バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。